成田さんってイェール大学っていうその割と有名な大学の助教授をされているということで、まあ、頭結構いいんだろうなと思うんですけど、じゃあ例えば無人島に一つだけ何か持っていくとして何持っていきますかみたいな質問をされた時に何て答えますか。で、例えば僕だったら、その無人島って誰かの所有地だよねっていうので、わあ無人島だって勝手に入っていくと、それってその不法侵入になるし、火起こした方がいいよねって言って火勝手に起こすと、そうやって放火罪になるし、わあ木の実になってるって木の実取ると、そうやって窃盗になるよねっていうことで、僕が一つだけ何かこう持っていくとしたら、優秀な弁護士を連れていきますっていう話したんですけど、内藤さんだったら何持っていきますか。ひろゆきさんがすごいなと思うのは、人を物だと考えているところで、それは実はすごく真理を表していて、人をただのリソースだと考えると、この世の中の揉め事はなくなるんですよね。あの無人島の話してもらっていいですか。僕は人類が苦手なので無人島の方がいいんですが、ひろゆきさんのおっしゃる通り、主権国家ないしは資本主義の限界で、無人島に行くということはある種のパルプンテが起こるのを待つしかないんじゃないかなと思ってます。で、結局何持っていくんですか。別に何もいらないので、このメガネを持ってきます。すいません。はい。